無理明星全滅せず落ちやということで今日はちょっと緊急で動画を回してますけどあのーまあ、皆さん知ってるか知らないか分かんないですけどせいやからまあちょっと喧嘩売られたというかガチめのね粗品じゃなくて粗品じゃないです僕らいつもいじってる粗品じゃなくてせいやの方がブチギレてるとはいはいはいちょっとこれまああのー 何が起きたかっていうの、ちょっと、一年のこう流れで話すと。まずですね、ええー、ヤフーニュースで。もう俺が見てたら。せ、はいやが、ね、ある。先輩芸人に物申すと。ユーチューブの切り抜き。なるが流れてきて。はいうん、見たらですよ。まあ、あの、その動画自体は。え、粗品のいいところを。はいはい。三つあげようみたいな。動画に、はいうん、少なくね。うん、俺ら三十個上げる。俺ら三、三十個三つあげようっていう動画で。うん でも本当に粗品のいいところを上げてくる3つ目に粗品、やっぱりいろんな、ね、先輩とかに粗品大丈夫かと最近いろんな人のなんか悪口言ってるけど大丈夫かでせいやが聞かれると、うん、で僕はまあ一貫してこう答えているんです。なるほど 粗品は下には行かず全員上に行ってるんですか悪口まあまあまあ確かに確かに下のやつには行ってないんでそれだから僕は言ってるんですよで下に行くやつってマジでおもんないじゃないですか正直なるほどなるほど下にね悪口言うなんて多分弱い者いじめだからだから僕鬼越トマホークさんとか大嫌いなんですよってせいやが言っててであの人たち下いじって金儲けするじゃないですかだからすごい嫌でうん 俺だからそれ金さんのフォロー外したんですよっていう金ちゃんじゃなくて金さん,金さんって言われてる遠山のみたいな感じでねえけど、ねうん、X ですよ、はい、で俺この YouTube でも前に言ったんだけど粗品、はいね、が俺らのねフォロー外してる粗品、はい、フォローしろよっていうのを心配性とかでも言ったじゃないねそれで粗品フォローしてくれたんだけど2か月ぐらい前から見たら普通せいやがフォロー外しててはい、はい、あれなんでだってなんでせいや外してんだよっていうのをどっかの YouTube 言ったわけははいいはい、はい でそれを見,、まあ、見てるのか見てないのか分かんないんだけどであの人たちって下いじってなんか,なんか思んないというかなんか下の芸人がなんか面白くなるようにすればいいのに全然なんか、まあ、上に行かずとは言ってないよもちろん,ん下で金稼ぐるのあれ嫌いなんですよ俺みたいな。で粗品は「えええ,え,えみたいな「お前えどうした?」みたいな「鬼ごとな何か言われたの?」 そんなそんな年玉見たことない。戸惑ってるからえ、これドッキリかみたいな。ああ。だからあれは本当に、せいやの単独犯だね。単独犯せいやってなめて。家系のラーメンになっちゃうから。中央線によくあれ。今日、払っちゃってるで、払っちゃってるよ。やっぱ、俺、せいやだからあれ。そんな怒られたことないよ、せいやって。せいやだめだったら。せいやね。せいやって家系のラーメンあんだけど。せいや。だからそれで、俺、その記事見つけて、ね。 ちょっと見てみようって言って、うん、そ,そういう内容だったの、はい、で結構ガチめなわけですよはい、はい、であせいやでもそれだったら正直面と向かって言ってくれればいいなと思ってたああ面と向かって<ー>そっか動画でなんか言わずにそう、うん、でまあでも先に仕掛けたのは俺らだしまあ多分だけどせいやが言ってんのは粗品のいいところをあげようとか「令和、はい、ロマン粗品みたいになるな」あの動画を見ておい 後輩、うん、下のものを使って金儲けすんなよななるほどなるほほどどそれを言いたいんだと思うんだけどちょっと、あのーまあ、俺も思うところあってうん、うん、ツイッターでねつぶやいたんですよ。記事ヤフーの記事載せて「そっか」と「霜降りっもうこれは全面戦争だ」だからせいや俺のことフォロー外したんだなっていうのつぶやいたらなんて返ってきたと思いますインヨリップで だからフォローしてないんだよ、俺のこと。はい。なのに多分あいつチェックしてんだろうね。はいはい。絵文字で、ね。グローブの絵文字で、こう。ストレートね。うん。で、そこで、その次がピカピカってなんかこう、衝突したような、この星みたいな光るみたいな。うん。で、最後、うんこ。うんこの絵文字。で、これ、俺いろいろ見て分かったんだけど、はい。やっぱまっすぐ勝負してないうんこみたいなやつ。中田さんのこと言ってたよね。あれの絵文字バージョンなんだよね。<laughs> マジで。なあ。だったら文字で言ってくれた方がいいなそう。俺文字を書くことすら許されてない。俺は絵文字で真っ直ぐ勝負してない。うんこって言われてんだよ、俺今。なあ。めっちゃおもろいじゃん。絵文字3文字だぞ、今。めっちゃおもろいじゃん。グローブ、で、ビッグなんか、ガーってなんかショッキングなやつ。で、うんこ。うんこもちょっと可愛らしい。はいはいはい。文字を使うまでもないと。そう。日本語を使うまでもないと。い。で、 それに対して、おちょっと待ってと、これ真っ直ぐ勝負してない、うんこみたいなやつっていうことでいいんだよな、それの絵文字バージョンだよな、みんな、そうだよなって、インオリップしたの。それに対して、せいやが、いや、お,においさんいつも本社で YouTube 撮ってますよね、みたいな。まあだからその、襲撃行くならもう簡単っすよ、みたいな。普通にインオリップで送ってきて。今、そこの状況。たまによくわからないレンタルスペースの時もあるからなお前ら 気をつけろよ、レンタルスペースの時もあるからなはい。切り所ころ違う。い<や> <laughs> すいません。あの、僕も、いきなり呼ばれてる <laughs> 緊急連絡がどうどうだ、うん、初めてなんで。だから今、だからそれでちょっと今。はい、とにかくやりやすい。ぶち切れてる。ぶち切れてるて、それだって。これで俺が言いたいのは、うん、俺らも、下のやつには言わないってめっちゃ気をつけてるから。いろんな人を、ね、ビックも、 ジャイアントキリングじゃないですこの世界。うん、で、いろんな人にね、上に噛みついてきたわけよ。はいはいはい。で、俺一個ね、すごく、その、聖愛が失礼だなと思うことがあって、うん、あいつがさ、下の親金も、まあ下の親いじって金もけしようとしてるって言ったじゃん。うん、確かに俺らは、まあ、あの、粗品のこといじったよ。うん、いじったけど、それ以外別に後輩でもいじってないし、はい、なんだったら俺は、下振りの方が上だと思ってるわけよ。<laughs> ね芸。芸歴は下だけど。<ー>はいはい。でもあいつらはさ、うん 今−チャンピオンになって、レギュラー番組あっやって、YouTube やって、やりたいことで金稼いで、みんなからもう認められたわけじゃん。俺ら見てみろよ、レギュラー番組。なあ、うん、何があるよ、レギュラー番組今、今、うん。チャリロット。なあ、チャリロット。ットえどこのお前放送局だよ。あんでもんレギュラー番組じゃねえよ、お前。<laughs> チャリロトに失礼じゃないシャリロトに失礼じゃラミラ番組じゃねえだろあんだもん。もう霜降りの絵の怒りから、チャリロト批判になってるやないかあれ一本でやってんこっちはよ。で、あるし、ではい、俺らもね今までの見てほしいんだけど、まあ言ったら爆笑問題さ、さ太田さんにさ、突っかかってったりとか、うん、ないない矢部さん行ったりとか、香港さん行ったりとかしてるんですよ。でね、これ裏を返せば。 あの、下にばっか行ってるっていうことは、香港さんとか矢部さんのことを、あいつらは、俺らより下だと思ってるところなだええー、だってそうだよ。俺らがあんだけ上に行ってると思ってるんだけど、あいつは、下に行ってるっていうわけだから。香港さんと矢部さんを。香港さんと矢部さんが俺らより今下だと思ってんだよ。失礼だろ、それ香港さんに対して矢部さんに対して確かにな、<laughs> 大先輩だよ。大先輩。 吉本を支えてきた。大先輩、香港さんも矢部さんも。吉本を支えてきた。吉本ぶれブレるからやめてくれよ。今怒ってんだよ、俺よ。怒ってんだよ。なあ。やめてくれ、お前。香港さんとか矢部さんの名前出すからさ。いや、失礼だろ、う俺らは。先輩。大先輩で、ね。 カニ、まあ、カジみたいになってる。びっくり。大先輩でよ。はい、俺らは、まあ、もちろんリスペクトあるからそこで噛みつくわけよ。だからあいつらはリスペクトもなくな、俺らよりその本郷さんとか矢部さんを下うと思ってるわけよ。そこを叩たいたて金にしてんじゃねえって言ってるわけ。あとで、僕も一個あるとしたら、まあ、ルール作るのはいいと思います。うん、あの、舌を美味しくする、美学としてね。うんうん、でもね、あの、上に、 何でもかんでも上に行けばいいってもんじゃないしね。そうなんねあの、上に行っても、上だから。何でも行っていいって理論あるけど。まあ、響かない人もいるじゃん。あのね。<直>上に。 なおかつ、受けなきゃいけないし、下に行っても受けなきゃいけない。だから、粗品のやつで、たまに上に行ってるけど、受けてないやつあるじゃない結局さ、笑いになってない時もあるわけよ。そうそう。最後に笑いにするのが芸人だからな。やっぱ粗品は他ジャンルにも行ってるじゃないはいはいはい。で、変な話、粗品も下には行ってるんだよ。それは。あ、YouTuber とか。YouTuber とか。下なんだからさ、YouTuber の。YouTuber やっぱ面白くない。面白くねえよ、俺は。すするしか認めてねえよ。すするって意味しか認めてねえよ、俺は。いえ。 すする以外つまらない<ー>すする以外、もうーチューバーのくがクソだよスれすするはおもろいああ。こすぞーってやつズルズル、ど <laughs> まもすするでーす殺すぞーって知らない最近すするがやってる。うううお前見てねえじゃねえかすするもおいすするに謝れ失礼だぞ最近のすす来週俺のラジオにすするくん来てくれるからなあ。<laughs> ごめん。すするの、ちょっと。うん ショート動画でやってる。ラーメン YouTube すするしか俺は認めてないんだよ。<ー> YouTube 全体ですするしか認めてない。で、やっぱり俺思ったんだけど、はいろいろ考えたんだけど、やっぱ聖夜は嫉妬してると思うんだよね。なるほど。あの、粗品に。ああ、なるほど。でも俺らが、うん、やっぱり粗品がね、いろんな人のこと上言うじゃん。ね。だから、聖夜は、俺らもなんか粗品のこと言うから、聖夜も多分、俺のこともうちょっと言ってくださいよって多分思ってると思うんだよ。 逆に俺らへのメッセージ。メッセージ。あれ SOS だったっそう。やっぱり粗品がさ、結構上に言うから、シナ、うん、もちょっと言われやすいじゃん。はい、でも俺も言いやすいじゃん。だけど、俺もよ,よく言ってたよ。本当にやばいのは、粗品じゃなくてイヤなんだよ。ああ、まあな。これ多分気づいてる人もいると思う。確かに。だから、アメリカ、アメリカとかじゃありえないもんね。ありない。脱いで裁判かつって。そうだよ。あいつがチンコ出してるね。<laughs> チン出し勝訴だもんね。うん だから、でも勝ってるってことだからね。勝ってんだよ、うん。だから今日はちょっと、せいやの、いいところ、20個あげよ <laughs> しかも20個。二十個。30個じゃなくて、うん。あの、時間ないかな。<laughs> 緊急動画だからもう仕事あるから。しかもさ、しかもさ、はい、あの、ね,ね <laughs> あれじゃあ、押すだよみたいなことなんだ、あの,のあ、せいや押すなよっていうことだよ、多分、ね。あれ、下いじる下いじるなよ鬼越トモンホークっていう。うん、下いじるなよ下いじるなよって言って、ね、いじるっていう。と判断した。そうそうそうあれ、ダチョウさんの芸です。なるほど、なるほど。やっぱせいやも、さすがにやっぱそこまであね、 悪いやつじゃないと思うから俺はだからガチだけどでも俺もガチだけどね腹立ってるよそりゃじゃあ1個一個もあげていいあんなの勝手に言われてる個も上げてもはいでも10個ずつだからねそれはこれね俺結構ねあれだと思うよやっぱこれ本当皆さんもう見てわかると思うんですけどやっぱ緊急動画なんでホワイトボードがちっちゃいですはいすいませんこれみんな気づいてるかなお願いしますどうぞはい髪薄いけど毛量多いっていう これびっくりすることなんだけど。綺麗でいいうん。一発目じゃねえいこれ実は一発目。意外と髪薄いでしょ、聖夜。ちょっとおでこちょっとここら辺ね。あれ、実は俺ら本色のハゲからしても、聖夜ってちょいハゲなのよ。あ、ちょっとハゲてんのちょっとハゲてんのよ。はっきり言うと。おでこの範囲とか、あれハゲなのよ。あれハゲてる。 あの、世の中をフィフティフィフティで割った時に、ハゲに入っちゃうんだけど、うんうん、でも、よくよく後ろとかから見て、めちゃくちゃ毛量多いから。からこっち側ね。うん、いや、だからでも一番良くないハゲでしょ、あれ。正直。あのたまにいるじゃん。うん、ちゃんとハゲてるけど、他のところ、他の部分毛量多いっていう、はいはい、ちょっと肝ハゲあるじゃん。正直。だから、でも、でも、逆手取ると、うん、そこで勝負できないのよ。ハゲってハゲボケで逃げちゃうじゃん。 だからあいつは、ハゲいじりもされないし、ハゲボケも、できない。できないのに、ハゲてんのよ。一番、メリットないじゃん、芸人のハゲとしては。確かに。そこに逃げれないから。茨の道だよね。そう、茨ばら道ってハゲてんのにハゲてないって。髪薄いけど毛量多いのよ。ハゲてるけど、ハゲてない。でもやっぱりハゲてる毛量みたいなことだね、多分ね。そう、ラー油みたいな。ラー油みたいな感じと。そうそう。あの、何にも笑いにならないじゃん、これ。確かに。あの、いじれもしないし。ね。 気づいてる人気づいてると思うよ。なんかうっすらハゲだなっていう。それはガチのやつでいいガチでいいですもちろん。はい、僕はこれです。ガヤの質と量。これやっぱね、セイヤの中でみんななかなかね注目してないといまあしてる人もいるんだろうけど、ガヤがすごいのセイヤって。しかも、量もすごいし、質もすごいの。で、やっぱり俺は、 フジモンさんが今まで一番すごいと思ってたけど、やっぱり次になんの聖夜だなと思ってなる,なるほど、なるほど。頭の回転もむちゃくちゃ早いじゃん。うん、で前俺、スイダウで、あの、粗品をね、ちょっと褒めさせてもらったんだよ。粗品の,あのネックスコー東日本っていう、うん、東ブクロさんのちょっとかけたツッコミをしたのすごいって言ったけど、俺聖夜も結構あって、正直。心配症の時の聖夜とかエグいじゃん。うん、あー、確かにね。頭の回転も速いし。はいはいはい。だからここをもうちょっと評価してもらいたいというか、 みんなが知ってるとは思うんだけどね。確実に爆笑問題より面白いしね。霜降り明星って。あの、田中さんも超えてるんですよ、ねうん。いやいや、もう <laughs> 太田さん。えやめろ、お、ま、前、あ、核なんだから、太田さんが。お前いや、遥かに超えちゃってるから、実力では。<laughs> いや、俺ら好きじゃん、まあ若。若さもあるけどね。バグモンさん好きだけど。けどね、やっぱ、えー、回転で全然間に合ってない時あるよな、えー、ます、あ。そうだね。その、あれ切なくなるんよな倍速、倍速だからね。うん。なんか、うん DVD プレイヤーが、まだ、まだ DVD プレイヤーで映画見てる人みたいなさ。あれは VHS です。<laughs> VHS。VHS ゲーてってもうこっちはもう。うん、こっちハイスク。ハイスク。PS5 PS ですよ。すよやっぱこう、ね、はい、皆さんこれガヤね、あの、聖夜のガヤ。あの、これよう注目してください、これ。むちゃくちゃ面白いこと言ってるから。真剣に言ってるからね、真剣にね。まあ、まあ、そちらの時も俺結構ガチ言ってたから。うんうん、おかえり。いきます、どうぞ。はい。 他となんか違うモノマネ力。なんか違うんですよね。なんかうまく説明できないんですけど。これはすごい、ね。なんか違うんだよな。モノマネ芸人のモノマネと。俺もなんか、そう。俺もそれはね、うん、言いたかった。なんかね、うまく表現できないんだけど、モノマネ芸人さんのモノマネって似てるしめっちゃおもろいんだけど、うん、聖夜のモノマネとはちょっと違うんだよな。コロッケさん寄りというかね。うん、だいぶ笑いに昇華されてて、似てる似てないの前に、聖夜がおもろいっていうのがあるじゃん。 だからモノマネされてるその人もおもろいみたいなさ確かにモノマネ芸人さんを悪く言うわけじゃないけどモノマネしてる本人のが面白いわけではない方もいっぱいいるじゃないですか、うん、ヘイタクちゃんさんとか、うん、真面目な方じゃないですか、うん、だってあのラーメン博で優勝するために牛筋出しちゃうぐらいあれ真面目ですよねいやよくね真面目が通り真面目が通り越していいし真面目が通り越して悪事に手を染めた方じゃですか、ね、アメリカ行くんだから、はい <laughs> ね、ア,メアメリカで。うん。だから確かに。吉本の中でも、江原さんのモノマネ力ともまたちょっと違う。うん、違うね。なんか、なんだろう。毛色の違うもの、ね。一番新しいことをやってるというか。じゃ、はい、この付随で一個出しやって。このモノマネの中なんだけど、これね、あのー、本当に俺がおすすめのモノマネあって知ってると思うんだけど、これ見てほしい。む、はい、ちゃくちゃ面白い。はいはい マージャンする武田哲也とあるのよ。あ<ー>めちゃくちゃおもろいよ、これ。なんか、俺見てないけど、サムネだけ見たわ。川島さんとかも言ってるけど、<ー>なんかもうあの、しかも、その、まあもう武田哲也さんのもまねうまいんだけど、はいはいはい。チョンボしまくるのよ。先相撲とか、うん、つって。ポン、あ、これ、ポンうん、うん。これ、うん、うん。あ、ロン、ロン、あ、ロンじゃロンじゃねえ、ごめん、ごめん、ごめん、ロンじゃねえ <laughs>、ね、ごめん。でああ、これもう無しにしよう、みたいな。あのものまねがめちゃくちゃおもろくて、 で、なんかその、大御所の嫌な部分も見えるし、<ー>で、モノマネも,もちろん上手いんだけど、うん、その、麻雀の時にたまにいる痛いやつみたいな、そういうのもなんか、相まって、ショート動画で俺何回も見てる。10回くらい見てるかもしれないね。だから、一個、聖夜の想像力が乗ってくるからね。着眼点と想像力が多分違うんだよね。 他のモノマネ芸人さんの本当に似てる部分を突き詰めてる部分と違う想像力の部分ね。そこはあって、これどうしてもちょ見てほしい。<ー>ショートでめっちゃ回ってます、これ。はいはいはい。はい、もこれも。はい。はい、これもう本気で、俺マジで尊敬してるとこあげていいこれ、うん、本はい、もう。いきます、お願いします。<laughs> はい。めちゃくちゃ似てる AV ダイヤル。いや、それなのよ。うん、っびっくりするぐらい。 いや、これさ、もう、問題なんだよ正直。本人だと思った、俺は。俺さ、めちゃくちゃ似てる AV 大友いるから、虚婚じゃん。虚ですっごい、これもう、誰にクレーム言っていいか分かんないんだけど、その、まあ、そういう行為をするわけじゃん、一人で。で、その人が出てきて、その人の顔一瞬するだけ泣いちゃうんだよね。ああ。あ、せいがもう出てきちゃって。聖夜がやってるみたいな。で、俺、びっくりするんだけど、聖夜に多分似てるって現場でも言われ始めてんだろうね。 ちょっと聖夜に寄せてきてる。髪型とか聖夜に寄せてきてる。そう,そう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 。聖夜感出してんのよ。そのうち本当に麻雀する竹田鉄やると思うよ、<laughs> 本当に。竹鉄を。で、あのー、なんかね、うん、この AV ヤンさんって聖夜に似てるってだけで、名前はそこまで浸透してないんだけど、うん、まあ名前調べればわかるけど、はい、その AV 界での立ち位置としては、そんなに主張はまだしてないけど、要はネクスト 森林源氏というか。そうだね。そうだね。すごい使い勝手がいい男優さんなんだよね。出てるよね。そう、だから聖夜と一緒の共通点としてはやっぱ器用でどこの現場も行けるというか。だから本当に AV 界の聖夜だね。ああ、そうだね。聖欲も好きだね。聖欲もあの聖夜の方ね。うん。聖の方。だもう解明するかもしんない。聖欲の聖夜。聖やで、嫌で聖夜、聖夜。下の方がいいぐらい似てるし、たまにその見たくなって、うん。 そっち聖夜を見たくて、その人の AV 軽いことあるからね、俺、やっぱり。俺、その人が出てる AV 見た後、聖夜のショート動画とか見ちゃうんだよ、ね、なんか、かサブリミナル聖夜みたいなとこあるよね。ああうん。セイント聖夜みたいな。セイント聖夜。セイント聖夜すごい、どういうことサブリミナル聖夜みたいなとこあるよね。セイント聖夜みたいない。次行きます。そういうことい、っ今 <laughs>。<laughs> 怒ってるから。怒りすぎて。怒ってるから。なかなかこんな近所見れないですよ。う やっぱりせいやのいいところねこれはちょっとせいやの能力ももちろんそうなんだけど相方思いあ<ー>やっぱりこれあの動画見て思ったけどやっぱ粗品のことも好きだね大好きというか粗品に対してやっぱり中田さんの時もそうだったけど誰かが粗品のこと言ったらやっぱ怒るのってせいやなんだよね粗品自体は全然怒ってないわけで粗品もそんなせいやを多分好きだと思うしう あの動画見てやっぱり「えなんで怒ってんの?」って言われながらも粗品はちょっと喜んでたわけよなるほどちょっと嬉しいというかじゃあ,おあの俺ら俺らが俺らがあのパーフェクトヒューマンってこと今回はそうだ、ね、今作はだってもうまっすぐ勝負しないうんこみたいな原因って言われてるわけだからまあそうだなまあそれは飲み込むし確か,確かに確かにで今思い出したわ、うん、とんでもないリプランとかとんでもないことになってんのよ腹立ってる一個あって、うん あのなんかまあ霜降りファンからもめちゃくちゃリップ来るんだよ、うん、ね、なんだけどめんどくさいね霜降りファンいやもうめんどくさいもよみんな尖ってんなさ <laughs> 別にいいのよ素子などが尖が尖ってないんだけど、うん、それを見てるファンが尖るって意味わかんないからうああ本切れの時なんか切れてるだってさ腹立ってんだよこっちは でさ楽屋にいいる津田さんみたいな顔してやっぱりあれだよねとか言って「ね、いやまあもちろんそうだよね」って「まあ、鬼越は上に行くのが面白いのに下に行ったら笑えないよね」とかっていうのは分かるんだけどもういろんなリップ見たんだけど一番多いのが「いやいや」みたいな「鬼越は下に行ってるっていうよりも絞り降りの方が上なんだからねこれ言うのはおかしいよ」みたいな「芸歴は鬼越は上かもしいは上かもしいはいは鬼越上かもしんないけど 全体的な芸能界の実力に言ったら、鬼越の方が下なんだからって。その通りなんだよね。ああ、その通りなんだよ。でも、霜降りのファンに言われるの腹立つんだよね、すごい。わ <laughs> かるわ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 かるだから俺らをいじってんだからさ、上だと思って、はいはい、あいつらの上なんだ芸能界って言ったら。えー、エリート。そう。なのに、うん やっぱり芸能界では、まあ、あの、鬼越の方が下だからさ、って。で、俺らのファンもそうなのよ。フォローしてくれてんの今。はいはいはい。ね、でも鬼越って、霜降りより芸能界では立場下だから、うん、これは鬼越さん間違ってないですよ。うん、僕は鬼越と僕が好きですっていう、みんな来てんだけど、うん、どういうことそれ。ファンに怒ってるってことファンに怒ってる。俺らのファンにも。ファンが謙遜しすぎてる。しすぎてる。 俺らのこと好きだったらもっと鬼越さんの方が面白いですよって言えよ、もうちょっとさ。武器みんなもう認めてんだよ、霜降りの方が面白いってよ。<laughs> 武器少ないからね、俺ら。そうなんだよ。うん。で、鬼越はネタも弱いし、何も勝てるとこないもんね。でもそんな鬼越トモーが好きですって。どこ好きになってんだよ、<laughs> お前らおい鬼越トモーのファン何が面白いんだよ、俺らのよ <laughs> ネタも負けてるし、平場も、ま、霜降りの方が強いよね。 まあ芸能界的にも立場は霜降りの上だし、でもそんな鬼ごと僕が好きで好きになるのはぁ、あ、腹立ってきます。やっぱりさ、お笑いファンでしょ。ね、お笑いファン。<笑>まあ、お笑いファンが芸人を悪くしてる説あるしな、あるよ。霜降、うん、りのファンが悪い俺。霜降りは別に面白いと思うし、<ー>やってることなんか素晴らしいことじゃん。はいはいはい。ファンがいけないね。 ファンを一回リセットした方がいいファン全員痛いからあれまあ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 そうだね相方重いということでしぼくりのファンより鬼越ともぐるファンの方が今嫌いです俺らのファンなんか面白いとも思ってないのにファンですとか言ってくんだよフォルムが好きなんじゃないだからそうマスコット的なことなのかな顔ファンなのかなだい俺らのこと好きって言ってくるあのか美人の人いるじゃないたまになんでこんな人が お父さんどっちかに似てるらしいよよく言われるファザコンですからそれも腹立つしねはいお父さん似てるから好きっていう理由もあとたまにこういうやつの娘でめっちゃ美人生まれるしそんなの平気で俺じゃそのけわかんない綺麗ものやめようこっちかのはいんで自分で語りたいとめっちゃ時間どうせ俺も分かってんのよ下降りのファンがさこの俺らこの動画に対しても 鬼声おもんないなぁとかさ何このアンサー動画、緊急動画とか出して気持ち悪いみたいな鬼声おもんないな、面白くないなぁでいいじゃんおもんないな、おもんないなって言いたいんだなあいつら関西弁だネット関西関西に憧れてるからあいつらはえあいつらでも本当は関西人じゃないでしょ関西人じゃないよネット関西であの北関東だからだいたい下部ファンなんてわかりましたえー、すごいね これは、これ本人に確認したわけじゃないんですけど。意味オブジェイトいいですか意味オブジェイトいこれはい。やっぱね、これ。はい。いきます発表ですはいどうぞ絶望的に格好悪いのに、おそらく芸能人抱いたことある。これは予想です。これは予想というか、おそらくですけど。 もうその時点で負けてるからねまあ結婚前の話ですけど結構多分ねあのー、なんだろう一般の人っていうかもしかしたら芸能人の玉かも分かんないけど芸能人で会いたことあるんじゃないかと俺はあのー、その雰囲気を読み取るの僕はやっぱその日本で一番日本一モテない堺じゃないですか僕 <laughs> やめて。日本一面白い大崎だから雰囲気は分かるんですよ。うん で、聖夜ってよく見て、めちゃくちゃブサイクだから。めちゃくちゃ格好悪いから、背もちっちゃくて。ちあ,、まあ、ちチンチクリンジャー。チンチクリンジャー。で、あの見た、まあ、あの見た目のやつが芸能人抱くって、俺めちゃくちゃ有名なことだと思うんだよ。うん、で、モグラが抱いてるぐらいすごいことだから。 聖夜。聖夜って多分、モグラよりブサイクだから。並べてモグラの方が絶対男前だから。いや、めちゃくちゃブサイクよ。なんか、ズングリムックリしてるけど、別に顔は別に普通に、まあまあ。ズングリムックリ。感じだけど。でも芸能人だけのレベルの容姿じゃないじゃん。ゴブリンみたいな、なんか。まあまあね、わかるよ。ズングリムックリしてる粗品が抱いてるのかってまだかる。もしかしたら抱いてるんじゃないかって思ってるもね。本人に確認したい。まあ今はもう結婚してるから、そういうことしてないんだろうけど。 うん、昔は多分俺芸能人まあまあどういうの芸能人っていうかわかんないけどもしかしたら結構ビッグネームもあるんじゃないかと、うん、想像の問題ですでもそのその感じあるのよなんかモテ、うん、あいつ楽屋とかであってもなんかモテないやつってなんかあるでしょ、うん、モテないオーラというかある、ね、なんか抱いたあとにふらっと来ましたみたいな時あるのよね、うん 服装めっちゃダサいんだよしかも確かにねなんかあのー、中学生みたいな、ね、そう中学生みたいそのジーンズメイト悪く言うつもりはないけど、うん、ジーンズメイトで揃えて中学生でみんな着るじゃないあのイメージだよね俺の時代で言ったらピコだよねピコ、えー、ああ何、うん、<laughs> か個人的になんかすごい偏見があるみたいですもでもなんかそのモテない感がないなんかこの芸能界に来て、うん 芸能界を楽しんでる風なとこはあると思います僕は真剣にちょっとねお願いしますリョウちゃんも一点とんだ感怒ってますから僕のターンなんて皆さん今日はもう金ちゃんの回ですから僕のターンなんてそうだねってね結構言っちゃってます結構怒ってますいきます。はいこちらですゲラで愛嬌が素晴らしいやっぱり俺聖夜の悪口聞いたことないんだよね 確かにでやっぱり一緒に共演しててめちゃくちゃやりやすいじゃん,うん、うん、基本的にはもう全部笑ってくれるしあと全部拾ってくれるのせいやがであいつってボケじゃんねこの漫才の時はだけどボケもツッコミも両方できるからめちゃくちゃオールマイティで共演しててすごくね気持ちがいいとかやりやすいんだよねだそこはね多分みんな多分気づいてると思う芸人さんはで あと、もう、i は半端なくないうりょうちゃんのさっきはちょっとこれ悪口みたいになってたけど、ね。ブサイクっていうね。なんか汚い、なんかそのんんち、チンチブザイクね。でもあのさ、形、フォルムがまたその愛嬌を醸し出してるてかだからモテるのかもしれない。そう。チンチクリンブサイクだけど、可愛げがある、ねあ。で、やっぱり頭の回転も生ってたけど、やっぱり、この突っ込みもさ、もう必ず滑りそうになるところも全部拾ってくれて、はい,はいはい。で、その場をこう、面白くしてくれるっていうで。それはやっぱりゲラだし、愛嬌があるから、 やっぱり、テレビマンからもすごい好かれてる。はいはいはい。俺はそれをね、バカ狭いしの時に思ったね。ああ。大事だね。森田さんと共通してるところもあるんだけど。確かに。だからピンでもああいうとこに呼ばれるんだと思うんだよね。森田さんほどなんか森田森田しすぎてる。そうそうそう。自然な感じね。森田森田しすぎしてるやん。もう、どういうことなみたいな。関西人の嫌な部分が出てるじゃん森田さんって。さんね。境の嫌な部分がさ。 ははいいあの、あの、あれよ、りょうちゃんのところにおいて、堺という町のようなものが。堺という町のね。はいはいはい。でもそういう悪もないし、確かに。タレント能力が素晴らしい。森田さんからちょっと悪を抜いた感じが、せいやの平和なのかもしれませんね。確かに。ち時間もあるので、よし、隅田これはじゃあ、すごいいいことじゃないですか。えいはい、これ。はい。はい家族に優しい。これ、家族に彼、家買ったでしょ、確か確かにそうだ。はい。 しかもあのおじいちゃんとおばあちゃんのやりとりみたいなのを X 乗せてそれがとんでもないバズり方してお、うん、おじいいちちゃんおばあちゃんんばあとも仲いい関係かそうですよ自分でも言ってるけど学生時代は、まあ、ちょっとあ,のあんまり仲良くなかったとか言ってみんな芸人だったら俺とかもね銀ちゃんもそういう経験あるかもしれないけど意外とそういう時家族とぎくしゃくする人もいるじゃないですか、うん、学校でも楽しくないと。でも彼はね そそういううういいい家族へのの恨みとかそういうのは一切ないわけですよ、うん、やっぱこの世界で成功したらやっぱ家族にも還元しようと、うん、シンプルですよね僕なんかだってやっぱできないんですもん、うん、やっぱ家族とや,、ね、やっぱ仲悪いとまあちょっと稼げるようになったとしてもまあまあまあそのうん全部割り切ってえー、なんていうんですかあのいろいろ買おうみたいなのも、うん まあまあ、自分でできる範囲ではやるけどあんな男気を、まあ、男気家買いみたいな、ね、そうそう男気家買いみたいなできないですよまあ確かにあいつはそのかもしれてるというか、まあ、そのあの妹もさいるんだよね、えー、意外と妹が粗品に失礼なこと言うみたいな俺もラジオ結構聞いてるから、ね、家族思いやる、はい。はい、あとまあ、はい、これは粗品の,の時にもあったんだけどはいこちらです、はい せいやも礼儀正しい。うん、ああ、確かに。挨拶やっぱしっかりしてくれるし、粗品もさ、結構毎回来てくれるじゃん。で、せいやも来てくれるし。確かに。しっかりとさで、たまに来ない、まあ気にしてないけど、後いがい,、はい、い,いるじゃないですか。はいはいはい。でもあいつらいくら売れてもやっぱりこう礼儀正しい。気にしてないって言ってる先輩って気にしてるしね。それって、気にしてないって言ってる先輩って気にしてるもんね。 金ちゃゃんだけじなくて俺はいいんだけど楽屋にはい挨拶来なくていいですよって張り出してる方とか本当に来てほしいのかなと思う時あるしさすがにあれは行かなくていいよ。張り出してるんだから冷やし中華始めましたみたいなってるから俺は別に気にしないんだけどそういう人あと俺はあんまり気にしないんだけどっていう人は気にしてるから多田さんの理論ですね別にええねんけどって言ってる人は別に良くない気にしてるからははいいはい 一二三四五今まだ十だから、あとあと五ずつよ。はいはいはい。もう、ここからちゃちゃっと行こう。わかりました。だからもう、はい時間もあれなんでしょう。緊急動画なんです。いみません。はい、これ、これですね。まあ、そう粗品のとき見ましたけど、同期のリーダー。同期のリーダー。まあ、下降り自体がね。はい。で、やっぱ、同期、すごすぎるでしょ。彼ら、俺らの一個下。まあ、俺らの気も、なんかちょっと最初は、まあ、色物だけど、テレビでちょっとあの出てるの多いって言われてたけど、やっぱ、実力で言ったら、 その一個下の、あのね、東京だったら n h 十六期、えー、え大阪だったら n 三十三期っていうのは、やっぱ、賞、ねうん、レース化け物連中の集まりじゃないですか。コロチキもいてね。はい。で、そう、まあ、ですね。紅生姜稲田とは。紅生で。ビスブラ。ビスブラいて。はい。もう、あと、まゆりか。まゆりかも。うん、いろいろいるし、他事務所にもいろいろいるでしょ花子とかも。かそこをまとめてるリーダーだとか。はい、そんな中で、もう第七世代なんて言葉も使ってないですけど、 まあ、第7世代のもうリーダーだし霜降りがトップを走ってるから第7世代ってこもできたんだろうね、うん、多分,多分ねあれが EXIT とかがトップだったらまたちょっとチャラ男世代みたいな<ー>なんか違う言葉になってたかもしれない<ー>第7世代これで一個いいですかはい、はい、あ俺なんか金ちゃんの邪魔になるようなこと言っちゃったかも大丈夫ですこれ本当に合わせてないんでどういうのが出るか分かんないですよね、うん、はい それも,ちょっともこれです。第7、はい、世代が終わっても生き残ってる。なるほど確かにこれ、第7世代を作ったのって、せいやのひと言なんですよ。はえ、はいね、まあチャンピオンになった後と、ラジオで言って、世代まあ僕ら頑張っていきましょうっていうのが、まあ、どん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 膨れて、うん、2>, 2年間ぐらい第7世代であって、でも、終わらせたのもせいやだからね。もう第7世代とか言うのやめましょうっていうのをラジオでパって言って、終わってったんだけど、やっぱりテレビ局が第7世代で押したいわけじゃん。はい、どん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 ど出てたやつもいなくなった。ただやっぱり霜降り、リーダーの霜降りは。 常にもうトップを走ってるわけじゃないですか。だから、同士はいなくなっちゃったよまあ、ね、いなくなくったというか、まあ、ピークに比べたら見たくはなりましたよ。今、続きのファッションに注目されてるんですね、まあ。それもありますけど、うん、<も>続きも本当はあんな格好したくないんじゃないん続きいいですか 終わっても生き残ってるっていう、そのこれ、だから、これもう言葉変えるなら、そのムーブメントを作れるっていう、なかなかこれカリスマ性があるやつじゃないと、ムーブメント作れないから、で浜ちゃんの時も浜田とかいたいでしょ、羽村、はいはい、とかさ、はいはい、やっぱりもうそのカリスマ性があってこそムーブメントだから、セイヤーってことセイヤーだね、セイヤーだろ、本当にそれは。だから、それはやっぱ素晴らしいなっていう、はいで、実力がないともう生き残れないからね、この世界は。どどんどん行きます もうライブ始まるんだよ、ちゃん。緊急なんです、すみません。はい。はい、えー、賃貸出した後も稼いでる。これ、こな,ね、なかなかすごいことだよ。大体、ンコ出したら、もう稼げなくなるからね。稼げなくなるでしょう、うん。世では。うん、はい。多分、俺らが出してたらおしまいだよ。おしまいよ。うん、もう仕事ゼロよ。ゼロだね。うん。だから、賃貸出しても稼げるってことは、圧倒的実力があるってことだから、ね。で、あと、これでもう一個言いたいのが、うん、チンコもしかしたらだよ。賃貸出した後の方が稼いでるかも。 これ確かにこれも本当今鶴瓶さんとせいやぐらいじゃないですかそうですそうです鶴兄と鶴兄とせいやとまあ井口さんでやってるけど鎮護三重視でねそっかそっかそっかうん三鎮事件で井口さんもいるか井口さんもいるけどでもまあもしかしたら鶴瓶さんを超えるぐらいのインパクトじゃないですかじゃあ俺も行くよこお願いしますうん

これ大事であんだけ文句言って腹立ってるのに,に、ね、ちゃんと「金ちゃん」とか「金の」とか言うじゃないですか「<ー>金さん」っていうしかも鬼越と文句「さん」ともいっぱいたしね、はい、これ礼儀正しいにも伝わると思うんですけど、うん、この人の良さというかう愛される理由なんじゃないかと思いすね,かね、はい、ナチュラルにねせいやも多分怒ったら言う時は、うん、いっぱいあるんですけど個人的なことなんですけど僕の X をフォローしてないのにチェックしてくれて,るてなるほど。はい やっぱり全部引用リップしてくれてるんでってことはこまめに見てくれてるんでか確かに確かにそれはいいですね、うん、はいはい夜、えー、遅くても来るこれはねこれはあるもう松本さんの還暦祝い多分せいやはスケジュール的に絶対来れないスケジュールだったんでしょうね、うん、でももうほんと会がもう,もう終わった後だったね終わったでもそれこそまあ、うん もう12時回ってからもうみんながお疲れ様でしたっつってまあその後二次会に行く人も多分いたのかもしれませんけどその時間にふらっとあの通りの後ろの方から来てでどうしても直接おめでとうと言いたかったあれってなかなか今の芸人できないあれはできないです確かに特に若手なんかさ絶対できないじゃないそれこそねいろいろ比較してますけど 令和ロマンじゃまだできないかもしれませんよ、あれは。はい大卒なのに高卒みたいな顔してる。やっぱりそこは確かに大卒感ゼロでしょ。近畿大学。だからみんなもなんかちょっとさ、いじりやすいというか、知的な感じないじゃない。なのにあいつ、結構いい大学出てるんだよ。確かに確かに。だから、頭もいいし、あと結構、物覚えもめっちゃ早いじゃない。見たものすぐ覚えるみたいな、能力もあるし。あと一個ずつぐらいかな。 はい。え、ヒコロヒーと仲良し。これでかいですよ。めっちゃ仲いね。なかなか女芸人とあそこまで友達みたいな感じで仲良し。だって、どっちも、なんかちょっと恋愛感情が合ってる仲の良さで見えないじゃないか。ただただ仲良し。で、なんで仲良いんですかって言ったら、いや、こいつおもろいじゃないですか。いや、こいつおもろいじゃないですか。みたいな。お笑いだけで考えてるっていう。はい。これ素晴らしい仲の良さですよ。これで、それで多分、 純くん。純くん、達成です。はい、僕の最後こちらです。はいえ。下のやつの悪口を言わないっていう。<laughs> <laughs> ああ、もう、え好き、好き、好きなんだね。<laughs> 好きなんだ、聖夜が。もう、金ちゃんは。悔しいよ。いよ俺だって。正論だ。正論,正論,だ,正論だよ。はっきり言うわ。はい。霜降り明星になりたい。<laughs> 人の悪口なんか言わないで金稼ぎたい今日だって見て <laughs> せいやの悪口で金稼いでるよ <laughs> 悪口言う勇気もないのよもう言う悪口じゃないんだから褒めてるよ今、うん、下のやつで金稼いでる今、はい、金ちゃんの中もう全部褒めてるやんねえでもこれは、はい、これ本気なのよはいでもこれせいやこれ全面戦争だから全面戦争だな正直悔しいだろうなうん？ 確かに、フリーに使われちゃってる。そうだよ。お前、自分のこと利用されて、お前さ、金稼がれてんの。悔しいだろ。うん、悔しかったら、鬼越 YouTube 乗り込んで来いよ、お前。お前また金にしよう,しうい。もう、正式に金にしようとしてる。今日は無限大ホールだけど、いつもは本社で撮ってます。<laughs> おい。せいや来いよあ <laughs> あ。<laughs> えー、お前俺にリポ送ったよないつもは本社でやってるんだから、えいつも襲撃きますよって、な本社来い待ってるぞ、せいや。 おい、マネージャー、下振りのマネージャー、<laughs> スケジュール確認行くぞなあ、スケジュール取れよ <laughs> ここまで来たら、金にしてやるってうな<あ>。<laughs> コンビ相撲だったら勝負してやる。ネタは絶対勝負したいあ。あとあれだ、粗品、うん、んちの実家とうちの店のうちの実家で、 食べログ勝負食べログ勝負だ焼肉屋とうちの居酒屋銀ちゃんで勝負だ焼肉屋の方が有利だな <laughs> 焼肉屋の方が焼肉屋有利だなぁなぁ仲がない勝てるとこえ勝てるとこないコンビ相撲だろコンビ相撲で勝負だよヌルヌル相撲で勝負だコンビ相撲で勝負だお前<や>よしよしこれで全面戦争だもうこれでお前無視するようになったらお前もう終わりだよ下振り明星 もうさっきは同期のリーダーとか言ったけどもう四面楚歌だもんな霜降りもそうだよんか絡んでくれるやつなんかいないもんないいよ霜降りに対して喧嘩売ってくれるやつがいないんだから今で粗品がみんな上の悪口とか言うじゃないもちろん上だからいいんだよでもそれに対してアンサー動画を出してるやつすらいないの今面倒くさいから面倒くさいから面倒くさいからそれが正して笑いなのかってそうなんですよそれだ 上だったら何言ってもいいと思ったらお間違いだ。お間違い。下に言っても笑いになれいいんだよ。かっけえ。金ちゃんかっこいい。あとこれだけ、ペケポン。ペケポン。ペケポンだった。金ちゃんかっこいい。ペケポンだろ、最後。あっちゃかっこいい。ペケポンのとこだろ。ああ、そうだよ。ああジモフリー、悔しかったら乗り込んでこい。もし、聖夜だけで心もとなかったら、粗品も来てもいいぞ。なあ。全面戦争だ。いいな 待ってるだろうな待ってるぜおおおおーって <laughs> 俺は一おいい番組だこっちは下振りのファンお<い>コメント荒らしてくれおい鬼越 <laughs> やっぱつまんねえなって言ってくれよコメントしか楽しみねえんだからこいつら今もう芸人やっててもそんな楽しくれんだよ正直 <laughs> よ <laughs> コメントとケンカしたいコメントと喧嘩してんだよヒリヒリさせてくれよ あの3年前ぐらいの時みたいな、俺らがいろいろ上言っている時みたいな感じで。どうせお前、身内が出したコメントの、なんか身内で大喜利やるみたいな感じでいいねつけてんだろ、いつらも。気持ち悪い気持ち悪い,気持ち悪い。まあ、とりあえず、ああせや待ってるから、上がったか。なあ、ほういよ。金払わねえからな、てめえが勝手に来たんだから。ギャラ払わねえからな。終わり <laughs> サマーズの三村さんみたいな終わり <laughs> 三村さんみたいな終わらせ方よし終わりです,終わりですこのチャンネル見てるやつは全員クズだお前らはもうクズが確定してるチャンネル登録もしたからだみんな俺らの収益のために寝落ちしながら垂れ流すようにというわけで次の動画はこちら,こちら